さて皆さん、この穴をご覧ください。私がこの穴に気づいたのは少年の頃でした。この穴は何でもいくらでも入ってしまう。どんなにたくさん詰め込んでも全部消えてしまう。子供心に不思議でなりませんでした。どっか反対側につながっていて、そこから中身が全部出るのではないかと思いました。しかしそんな出口も見つからなかった。やがて私はこの穴はどこか時間の彼方、過去や未来とつながっているのではないかと仮説を立てました。それ以来私はこの時間の穴を研究してきたのです。思えば長く辛い日々でした。誰一人私に賛成してくれる者などいませんでした。私の妻でさえ私の話を信じようとはしなかった。夢のような話をするのはやめて、いい加減まともに働いてと怒られ、なじられる日々でした。やがて妻は別の男を作り、家をと二人きり残された私はどんなに苦しい日々を送ってきたことか。およよおよよおよよすいません、少々話が脱線してしまいました。それでも私は研究をし続けたのです。そして今日報われる日が来たのです。皆さんの前で私の仮説が正しいことを証明してご覧に入れましょう。お分かりいただきましたか。このリンゴは先ほど消え、時間を飛び越えて今再び目の前に現れたのです。なるほど、これでは証明にならない。わかりました。それでは次の実験で完璧に証明してご覧に入れましょう。ご覧ください。ただいまの時間は6時10分45秒46秒47秒と、この2つの時計は同じ時間を指しています。先ほどまで揃っていた時間が今はずれています。つまりこちらの時計は時間を飛び越えたのです。これがタイムマシーンなのです。無論これで完成ではありません。私の最終目標は人間が時間を超えることです。それまでにはまだまだ超えなければならない壁がたくさん存在するでしょう。時間もまだまだ必要でしょうし、研究資金も必要なんです。だが私はこれが人類の限りない進歩のためには必要なものであると信じています。人はなくして初めて大事なものに気づく。そして気づいた時にはもう
取り返しはつかない。だが取り返す方法があるとしたら、今後も皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。いや最高だったよ。会場中を埋め尽くす大ブーイングが一瞬にして大熱狂の大歓声に変わったんだからね。たまらなかった。もう震えが来たよ。よかったですね。君も来ればよかったのに、どうして来なかったの。興味ないんで。何言ってんだよ、興味あるもないもそういう経験したことないだろ。知ってること言っちゃダメだよ。すみませんね。素直でよろしい。じゃあ再現してほしいんだけど、まだ暗い会場に僕はリンゴを手にして入っていったんだよ。もう3回聞かされましたから。ああそうですか、はいはい、ごめんなさいね。報告会の話はいいんで次の仕事に取り掛かってください。はい、すいません。実験結果のレポート、モニターからの結果のフィードバック、スポンサーからの要望書、機材のレンタル契約書および発注書、月報、日報、計画書などなど全部種類に分けてありますので、必要なところにサインおよび書簡を記入してまとめてください。え、分かった、やっとく。今やってください。いやだからさ、もうそんなにせかしてもさ、いい研究にはならないよね。仕事してください。だからやるよ、やるって。だけどさ、今日はさ休みたいわけよ。研究続きのうつうとした日々の中にあったさ、報告会という晴れの舞台をもうしばらくの間抱きしめていたいのよ。君さ、なんか習い事したことある？ああ、ピアノを少々。ああ、発表会あるよね。発表会に向けてさ、同じ曲をさ、毎日毎日毎晩毎晩飽きるほど繰り返し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 弾いていって、で発表会の前日ですよ。はあ、こんだけ練習したんだから明日の発表会うまくいくかしらと思いながらクーって寝てさ、はい翌日ですよ、発表会の会場に行って、一瞬静けさの中、君はピアノに向かい、はあどうか練習でやってきたことがうまくできますようにと思いながら、ポロロンポロロンポロロンポンポンポロロンポンポロロンポンポロロンポンポロ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 ポンって弾き終わって、みんな喜んでくれたかなと思ってると、一瞬の静寂の中、次の瞬間にはパーッ拍手が鳴り響いて、先生とかパーッって言ってきて、トウコちゃん私はあなたの先生でよかったとかでバカーとかでハグされたりして、あーよかった、みんな喜んでくれた、練習してきてよかったと思って、その日はグーって寝てさ、翌日になって、よし昨日の曲をもう一回練習しようってならないよね。一日くらい休みたいと思うよね。いや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 、思い当たりすぎる。でしょ。学校のテストある？君苦手科目何？国語。はあ。試験が迫ってきてさ、覚えなきゃいけない漢字がいっぱいあってさ、毎日毎日毎晩毎晩同じ漢字を書きたり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 してってさ、試験前日ですよ、ああこんだけ勉強したんだから明日テストできるかなと思いながらグーって寝てさ、翌日試験会場行って、一瞬の静けさの中、答案用紙が配られて、ああどうか勉強してきたことがちゃんと出ますようにと思いながら、ピッピー、はい試験開始ってなって、パッと試験用紙を裏返したところ、なんと前の晩勉強したとか出ている山が当たったじゃないかとなって、はい書き取り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 していって、はいピッピー終了となって、はい答案用紙回収しますって回収されてさ、先生がチェック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 してって、一瞬の静寂の中、トウコ君ちょっと前へって呼ばれて、はぁもしかしたらまた成績悪かったのかなと思ってると、トウコ君今回よく頑張りましたね、はい100点満点とおっしゃられて、100点ってなってる中で、周りの友達もわー勉強してよかったーとか言って、その日はグーとかで寝てさ、で翌日になって、よし昨日の書き取りをもう一回やろうってならないよね。一日くらい休みたいと思うよね。そうなんです、
そして休みすぎて勉強自体が面倒くさくなるんです。わかるそれ。焼肉どう？行きましょう。行こう行こう。ね、さしやさしやさしや。よーし、じゃあ車出しておいてね。今日はおごるからな。研究資金ドカッと出たから、うん、研究費そんな使い方していいんですか？車回して、ね、君さ、焼肉何が好きなの？タン塩。お、渋いね。僕なんかね、もうカルビカルビカルビって、上カルビって特上カルビですよ。もう油だらけだ。さあ、今日はジョジョってキロッポンだな。よし、それ行こうか、ね。あの、食事終わったらそのまま帰りますよね。あ、そうだね。家まで送りますね。はいはい。今なんつって？はい。だから今なんつった？タン塩。違う。その後だから、あの家送るっつった？遠慮しなくていいですよ。遠慮とかじゃないんだよ。どうしたんですか？食事終わったらこっち戻ってきてくれるかな。うん、どうしてです？ちょっと作業の続きやろうかなと思って。作業って何もやってなかったじゃないですか。いや、ちょっと思いついたことがあるからさ。うん、じゃあ今やりましょう。食事は後でいいんで。いや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 、今はいいでしょ。でも思いついたことがあるんでしょ？あんのかな。やるときはやりましょうよ。うん、でもさ、大丈夫だよ。うん、だって昨日の報告会だしさ、直前まで何もできてなかったけど、うん、結局はなんとかなったわけだし。あれは直前私がたまたまいじって偶然うまくいっただけでしょ。偶然？あ、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 偶然ね。偶然でしょ。偶然じゃなかったらどうして私にタイムマシンができるんですか？不思議だよね。また同じ偶然が起きるとは限らないんですよ。でもね、俺は信じてるんだよね。また同じ偶然が起きることをね。偶然は起きないから偶然なんです。コーヒー。なんだ、おかしいな。あいつは絶対俺を助けてくれるはずなんだけどな。追い込みが足りないのかな。もしもし、こちら門前ですけども。ございました。はい、はい、またそんなそんなそんな。いや、これもね、全部援助してくれた方のおかげですから、もう本当感謝してます。いや、本当に本当に、それでですね、早速なんですが、次の報告会開こうと思いましてね。いやいや、なんかね、すっごい順調なんですよ、本当に。なんかね、次々とアイデアが湧き出ちゃって、もう本当に、なんかね、次こそ人間が遅れるんじゃないかなってね、そんな予感がね、するんですよ。もうほら、鉄は熱いうちに打てって言うじゃないですか、ね。ホットスチールクイックバンバンですよ、ね。これ行きましょうよ、ね。行きましょう行きましょう、ね。どうですか、ね、これ。はい。ああ、お
時間取っていただけますか。ありがとうございます。はい、はいはい、大丈夫です。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、もう頑張りますんで、どうぞご期待ください。はい、ありがとうございます。はい、では失礼します。どうも。何の電話ですか。あ、昨日のスポンサーにね、次の報告会の予定などをね。いつです。3日後。あ、さあ、テクニック行こうか、ね、いやどうしたの。仕事するんでしょ。いやいや、今日は焼肉でしょ。3日後なんでしょ。そうだよ、だからこうしてるんだよ。え、さあさあ、行こう行こう行こう、焼肉だ、焼肉行こう行こう。はい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 、さあさあさあ、いいから行く、大丈夫だ大丈夫だ。